コーネリアスリーはアイルランドの陸上競技選手。イギリスの代表として1908年ロンドンオリンピックのに出場し銀メダルを獲得した。リーはアイルランド南部のリムリック県出身。7人兄弟で兄弟全員がアスリートという家庭で育った。兄のパトリック・リーは1900年パリオリンピックの総高飛びと総幅飛びのメダリストである。リーは 1906年にオリンピック中間年に開催されたアテネオリンピックにピーター・オーコナー、ジョン・デイリーと共にアイルランドの陸連に所属するアイルランド代表として参加しようとした。しかし、ルールが改正され、選手は有効な国内オリンピック委員会の代表でしか参加できなくなった。アイルランドはオリンピック委員会が組織されておらず、 リーを含めた3選手はイギリス代表として参加することとなった。リーは総幅飛びと3段飛べに出場。1メートル775でハンガリーのライオシュ現地位に2.5センチメートルの差を付け金メダルを確定させると1メートル83に挑戦。2度失敗した後、3段飛べに出場。13メートル98で金メダルを獲得したオコナーに次いで金メダルを 獲得したリリーは2年後のロンドンオリンドオピックでも高びに出場アメリカのハリー・ポーターが1メートル9 0で金メダルを獲得したが、リーはフランスのジョルジュ・アンドレ、ハンガリーのソモディ・シュトバーンと共に1メートル8 8で並び、3人で銀メダルの表彰台を分け合った。リーは1909年に兄のパトリックと共にアメリカに移民。 1921年に亡くなった。ありがとうございます。